川本力の絶対に外せないクラブはジョーズです。そうですね、なんだろう、打感、打ち出し角、スピンの入り、そのボールの転がり方とかが全てなんか自分の思い通りに打てるクラブなので、あとバンスの形状とかももう何もいじってなくて、いろんなショットを自分の打ち方にすごく合ったクラブなので外せないですね。もう初めて打った時からすごい良くて、そこからずっと使ってます、ね、開幕の投球で55ヤードぐらいのアプローチで、ピンがもう段の上すぐにあったんですけど、その段のギリギリに落としてスピンで止めるっていうアプローチで、もうその通りにスピンが入ってオッケーバーディーが取れたっていうのがすごく、はい、最近では一番いいショットだったなって、これで打ったと思います。